メリカのレコーディングでそのガレージっぽいサウンドでやるっていう、バンドっぽいサウンドでやるっていうのが自分たちにとっては新しい作業だったんで、ガレージってまあそのいわゆる車庫ですよね。バイクが閉まったり車が閉まったり、その排気音とかガソリンとかオイルとかちょっとやっぱ悪い音、うん、あの優等生じゃない音で歪んでる、歪みもやっぱりいろんな美しい歪みとやっぱ汚い歪みってあるんですけど、まあ、その美しい歪みにこだわって年代物の楽器が持つ歪みだったり、なんか振り切って割れちゃったみたいな、そういう音で撮りたかったですね。この曲は52年のテレキャスターを使ってて、まあ、全然自分より年上のギターなんですけど、やっぱり全然音が違いますね。こう余分なところもない上に奥行きがあるっていうか、そういうやっぱ古いギターとちょっと違う鳴りがするので、とても気に入ってます。ヒーセのベースはこういうんだよねみたいなのはもちろん守りつつなんですけど、リピートする、繰り返していく、ループしていくかっこよさみたいなのをちょっと追求したところもあって、おこれいいじゃんっていうフレーズをこう何度も繰り返してて、途中ちょっと微妙に違うみたいな料理の仕方と言ったら変ですけど、そういう味付けをしてみた。8ビートなんだけども、ただシンプルじゃない、ある種の重みみたいなのも加えたかったし、うん、軽快にはしたくなかったし、でも軽快でありたいしみたいな、実はすごいこだわってて、手のタッチとかだいぶこの雰囲気が変わるんで、そこすごい調整して、ね、やってるんで、これは自分の臓器に入ってて、何回聴いてもこれいいテイクだなっていうのが取れてね、名曲のテイクと前味噌ですけど、あら、ドラマの主題歌というものが最初にお話しいただいていたので、まあ、それも踏まえつつなんですけど、人の記憶って昨日のことを覚えてない時もあるし、もうすごい大昔のことを昨日のことのように覚えてる時もあるし、もしくは年を取ればもうどんどんいろんなことを忘れてって、うん、もう5秒前のことも覚えてないみたいな状況にもなるかもしれないし、なんか人の記憶ってなんかこうすごくいい意味で都合がいいし、いい意味でもうすごいドラマチックなものだなと思いまして、あとはやっぱりその大切な人がどんどんやっぱ僕ぐらいの年齢になると亡くなってっちゃったりするんですけど、人の思い出とかもそれも僕いつか忘れちゃうのかなとか、もしくは僕がいなくなったら誰かがそれを悲しんでくれるけど、どん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 それを忘れてかれてっていう風に、でも時は進んでいくみたいな、まあ、自分の中でもそういうやっぱ記憶をテーマにしたあの歌ってあまりなかったので、それも踏まえてちょっと作らせてもらいました。本でもプリプロっていう作業をして、何回もこの曲はもう演奏して、でそのデモ音源を取って、さらにロスがかかって、でもう本当毎日やるかぐらいの、何月何日今日のアイドルの行きますみたいな感じでブラッシュアップしていけて、でも最終的にはこれが理想の形で仕上がったんだと思います。メロディーはこのイエローモンキーっぽさはすごくあるんだけど、アレンジの仕方でどうにでもなるなっていう感じの、何かの曲をやった後にもう一回やってみたりで、やっぱその日のコンディションとか、その日やった曲の流れたこう体の動かし方とか手の動かし方だったり、まあ、それぞれメンバーが使っている楽器だとかプレーだとか、なんかすごくピタッとこうハマった時に、まあ、この曲が生まれたので、今まではね割といいのが取れたらこれで OK みたいな時もあったりしたんですけど、しつこくやりましたね。ドラムのその鳴ってる音にやっぱこう自分で納得いってる部分がちょっとあるんで、音の雰囲気をミュージックビデオを撮る時のプレイスタイルできちんと表現してあげたいっていう、プレイで息がんなくても曲が表現できるんじゃないかなっていうか、初めて素でいられてるかなっていう気がしてますね。That was fantastic. Thank you. Yes. Yeah, yeah, yeah.
and very good performance. Thank you. Yes, amazing. What a pleasure. What a pleasure. Thank you. Thank you. Yes. え、実は今夜最後に新曲を一曲ちょっと皆さんに先に聴いてもらいたいなと思っています。